ロココの主題による変奏曲一丁調作品33は、ピョートル・チャイコフスキーが作曲した2曲のチェロと、還元楽のための作品のうちの1曲である。チャイコフスキーの親友、フィッツェンハーゲン。この曲は、その名の示すように、ロココ様式風の主題を用いているが、これは、チャイコフスキーの自作である。講述するように還元楽の編成も18世紀風を意識した。 小規模なものである。助奏と主題、それに7つの変装が続けて演奏される。1876年12月から1877年1月にかけて、チャイコフスキーの親友であったビルヘルム・フィッツェンハーゲンのために作曲され、彼に検定された。初演も1877年12月1日、モスクワでフィッツェンハーゲンのチェロ独奏。 ニコライル・ビンシュテインの指揮により行われている。チェロ競争曲と同一の独創チェロと還元楽による編成であるが単一学賞であり、またチェロ競争曲と名付けられていないため、この曲をチェロ競争曲と呼ぶことはない。しかし、チェロと還元楽のための作品としては、ドボルザークのチェロ競争曲についで演奏機会が多く、 チャイコフスキー国際コンクールチェロ部門の課題曲として用いられている。チャイコフスキーはこの曲を書く際、フィッツェンハーゲンの意見も参考にしながら作曲していた。しかしフィッツェンハーゲンは、初演に際してチャイコフスキーから許可されていたチェロ独奏パートの変更だけでなく、無断でオリジナルの第8変奏をカットした上、変奏の曲順を大幅に入れ替えて演奏した。 フィッツェンハーゲンの改訂は演奏効果を高めることを狙って成功したものの、チャイコフスキーが変奏順で考えていた楽曲の構成は無視されることとなった。チャイコフスキーの楽譜を出版していたピョートル・ユル・ゲンソンもとんでもないことにフィッツェンハーゲンはあなたの曲を変更する許可を与えろと言っている。これじゃフィッツェンハーゲン改訂版だ。と怒りの手紙を送っている。 しかし彼の演奏で有名となった、この曲は、結局このフィッツェンハーゲン版で出版されることとなった。チャイコフスキー本人も、1888年にフィッツェンハーゲンの弟子であるアナトリー・ブランデコーフが、チャイコフスキーの本来の意図について質問したところ、チャイコフスキーがイライラした様子で、もういいよ、そのままで、と吐き捨てたというように苦々しく思っていたようだが、 数々の演奏会での好評の様子と、この曲の評価を高めたと自負する手紙を送ってきたフィッツェンハーゲンに配慮したのか、彼が亡くなった後も自身の本来の番で出版することはしなかった。その後、フィッツェンハーゲンの書き込みが入った自筆譜はブランド交付を経て1930年にビクトル・クバツキーの手に渡る。チャイコフスキーの意図を復元しようと考えたクバツキーは、 モスクワ犯罪科学調査研究所の協力により、X 線と電子光学性流器によりチャイコフスキーの筆跡を判定する作業に取り掛かり、20年以上かけて1955年7月に原点版の復元に成功。翌1956年にチャイコフスキー全集として出版された。この時スコアしか出版されなかったことや演奏効果の面などから、 多くの演奏家が現在でもフィッツェンハーゲン版を用いているが近年ではラファエル・ウォルフィッシュ、ジュリアン・ロイド・ウェバーやスティーブン・イッサーリスなどこの原点版による演奏も増えつつある。日本でも藤原マリの皇帝により全音楽府出版社より発売されている。なお、戦術の通りチャイコフスキー国際コンクールチェロ部門の課題曲であるが第12回大会からは 原点版の演奏による参加が規定されている。モデラートアサイクワジアンダンテ主題、モデラートセンプリチェダイ変奏テンポデラテーマ、第2変奏テンポデラテーマ大、3変奏アンダンテニタ調チョウ大、4変奏アレグロビーボ大、ボルト変奏アンダンテグラツヨーゾウ大、6変奏アレグロモデラート大、7変奏アンダンテソステヌートハチョウチョウ8変奏、 コーダアレグロモデラート、コンアニマダイアイ変装以降を記す。ダイアイ変装、テンポデラテーマ第2変装、テンポデラテーマ第3変装、アンダンテソステヌート波長長第4変装、アンダンテグラツヨーゾ第ボルト変装、アレグロモデラート第6変装、アンダンテニ単調第7変装とコーダ、アレグロビーボ。ありがとうございます。